さて本日も遊んでいきましょうかね、ヴァンパイアサバイバーズ。今回ですね、アップデートとかそういうのはないんで、前回の動画の最後にお伝えしたあれやっちゃおうか、原点回帰チャレンジ。つまりそれが何かというと、パワーアップ、これ今全部ついてるんだけど、これを全部返却、持ってけ泥棒って感じで今ゼロです。なので初期状態のステータスで30分生存チャレンジできるかどうか、いや結構楽しみにしたのよこのチャレンジ。あとエッグもなくそう。なんかエッグはなくしたいんで、これねマックスウェポンは6でいいかなって思ってんだけど、キャラよね、もうこういう隠しキャラ使うのはちょっとずるいんで、やっぱり原点回帰なんで、原点回帰アントニオくん、一番最初から使えるキャラ、このキャラでやってこそじゃない。ライフ上限120、アーマープラス1のみ。うん、マックスウェポン6でいきましょうか。10レベルごとにダメージが 10% アップっていうのがあったのか。なるほど。じゃあどうしようかな。で、アルカナはつけます。アルカナつけなきゃね、多分ね、ほぼほぼ無理だと思う。ってことで、ステージはどうしようかな。本当なら狂乱の森がいいかなと思ったんだけど、前回やったからね、増加の図書館、ここにしましょう。で、ハイパーで行く代わりにリミットブレイクもつけさせてほしいなと思ったんだけど、いや、外すか。これあったっけ、簡単な気がするもんね。オッケー。じゃあ、原点回帰チャレンジ、アルカナ付き、ハイパーで。ゴー。さあ頑張れアントニオ君。アルカナどうしよっか。これでいこっかな。スラッシュ、リストアップされた武器のクリティカルヒットを有効にする。全体のクリティカルダメージが2倍になる。これにムチが入ってると。でさ、十字架も欲しいんだよ。十字架取ったらこの真珠のアルツ、これ好きなんだよな。でその進化してそのヘブンソードになったらスラッシュも適用されるし、これでいこっかな。スラッシュ、あとマットグルーブも気になるけどね。じゃあこれでいきましょう。はい、かかってこいや、原点回帰。今現在の、あぶねえ、ステータスが、ライフ上限120のアーマープラス1。磁石と運気は多分、ハイパーモードであることと、アルカナ関係あるかな。まあいいや、なんかそれで増えてるっぽい。よし、じゃあ行ってみましょう。うわー、こんな感じ、こんな感じ。最初はこんな感じだったんですね。で、クリティカルヒットっていうのは別に、毎回ではなくて、たまになる感じなのかな。そうね、だいぶ強いな。41とか言ってるの、45強い。じゃあまずは取ります。さあ最初の、聖なる風行ってみる。これはアルカナにも適用されてるじゃん。連続移動で強くなる。クリティカルダメージを与えることができると。だからつまり2倍になってすんだよね。でアルカナの効果もあるから4倍になったりすんのかな。行ってみましょう。まあ、この武器を持ったらひたすら走り続けるっていうのが大事らしいんだよ。そして、桜爆弾出てきた、珍しい。いや、これ強えんだよな、あったら。行ってみる？そう、どういう武器構成にするかさ、全然考えてないのよ。桜爆弾あったらだいぶでかい。行ってみましょう、今回は。はい。でも結構最近のパートでもなんか使った気がするけどね。まあ、いっか。いいんです。今回は弱いんだから、強い武器をどんどん取っていかないと。いやなんか最初の頃を思い出す感じだよね。だからさ、俺最近ね、パート1、一番最初の動画をさ、なんとなく見返してみたのよ。いや、まあ、つたない動きだし、もう知識も全然ないしで、恥ずかしい限りだったんですが、ルーントレーサー強いよな。で、聖水、結局初期に帰ると、聖水が超強いんだよ。で、そう、さらに怖いのはさ、リロールとかさ、バニッシュとかスキップとか、ないんだよ。聖水でいきます。使える武器を取っていこう。もう運試しに近い。ね、そう、最初の頃のサイズはさ、本当に知識もないし、プレイも下手だしさ、もうすごくイライラしちゃってさ、だけどなんか、初々しくて、可愛いなって。俺可愛いって。何言ってんだって。クローバー、ほうれん草。ほうれん草かな。そう、歩き続けるのはいいんだけど、シャドウピニオンはさ、一旦立ち止まらないとダメじゃん。だからこれダメだ。ほうれん草。今は分かってる。そう、あの頃の可愛い可愛い藤坊やたちがあって、今知識がある。あ、そういえばさ、今回ね、この動画を撮る前に知ってちょっとびっくりしたんだけど、どうやらこの今回の動画が30本目の動画なんですよ。もう30本もやってきたか。もう何ヶ月にもたってやってきました、このヴァンパイアサバイバーズ。あの最初の頃ね、もう食べちゃいたいぐらい可愛いね、藤坊やがこんなに成長しました。成長したよね。そうであると信じたい。はい、レベルアップしまして、ムチもらいます。そう、発射物増加はかなり大事。だってこうやって逃げながら、後ろへの攻撃がさっきまでさ、できなかったじゃん。これを、ムチを
一発レベルアップすると後ろにも攻撃できると。そう、今まではさパワーアップで発射物とかしてたから普通に最初から後ろにもさピシャピシャンってできたんだけど、それができなかったわけよ。聖なる風いきましょう。さあ武器ね、あと2つ何しようかな。聖水があって自分の身の回りは安全になるでしょ。で桜爆弾もあるから最終的にそれもほぼガードになるんだよ、爆弾でもう爆発して。ってなると全体的な攻撃があってもいいかもしれないよね。ブレスレット、うわーちょっとね珍しい武器取りたくなるけど、これそんな強かったかなあ。いやだけどブレスレットはその場にとどまって全体的な攻撃にもなってくれるはずだからいいんじゃないかな。 OK だし、この武器はサポート武器を必要としないでその単体で進化できるからそれもいいよね。うん、じゃあこれでいこう。であともう一個の武器は何か防御、本気で勝ちたいんであれば月桂樹を取りたいけども、あしかもブレスレットいいね、こうやって逃げながら後ろに炎を吐いてくれるじゃん、助かるわ。 OK トロナズボックス取っとこう。取っといていいよな、取っといていいですよね、いいですか、いいですか、いいです、いいでしょう、ありがとうございます。さあ30本目で原点回帰チャレンジ、なんかちょうどいい気がするよね、なんか運命のような、別に何も考えてなかったけど。で商人いるけど商人から何も買わない、一旦取るな。でさあそう、1本目の動画を見返したら狂乱の森を13分でもうゲームオーバーなのよ。だからパワーアップがなくてアルカナも何もないとそれぐらい、もうそんぐらいむずいゲームなんだよな。で今現在3分、とりあえず全然一発で倒せるような敵がいっぱい来てくれるからいいんだけど、このゴーレムはどう？でも結局さ、このクリティカルダメージが入ったりすればいけると思うんだよな。セルシアルダスティング珍しいの来るな、まあ、今回珍しいの来るな、どうしよう。いやーこれいらないかな、どうしようかな。でもそう、この武器も結構走りながらにちょうどいいような武器ではあるんだけども、ホローハートにします。うん、進化用のねサポートアイテムを取っとこう。あそっか、ムチを進化させたらその後青いムチと合体できるんだ。ってなるとさらにもう一個武器枠開くんすよ。そうだ忘れてた、ちょうどいいな。どうしよっかな。いやー歯とは違うよね、ブレスレット、うん、にしまして、なんか思ったよりも意外といけるな。なんかもっとヒーヒー言うと思ったけど大丈夫そう。 OK 取っちゃいましょう。うん、で気をつけるべきはそのパワーアップしてないから耐久力が全然ないんだよ。っていうかこのゲームね、全体的にパワーアップできるような、まあ、コイン、まあ、財力を手に入れれば、まあ、安定して30分生存は普通にねできるようなゲームなんだよ。だからこのパワーアップが全くない状態はすげえ怖いんだよな。はい、レベルアップしまして、炎の杖、漆黒の翼、クローバー、どれもこれもなのにリロールもスキップもバニッシュもない、どれか取るしかないと。なるほど、どうしようってなると炎の杖しかないかな。やっぱりこうなっちゃうか、そっかパワーアップなしだとこうなっちゃうか。うわ当たり前のようにあったね、リロールとかスキップあれのありがたさをすごい感じる。さあ敵の圧も強くなってまいりました。4分、あちゃんと集中しないとやばいかもね。いや集中するんですけども、で聖なるこのなんだっけ翼がなかなかな、どうしよう。ろうそくはうーんどうしようかな。いや一旦引き寄せにして取っとくか。うん、進化用サポートアイテムを取っといて。聖なる翼さあんまり使ってないしそんなにすごかった覚えがないんだよな。まあだけど武器合体してくれるからまだいいかなって感じはするよね。うん、さあスラッシュのアルカナをつけてるからダメージ数的には問題はないと思うんだよ。うん、ボスとかも普通に倒していけるかなーって思うんだけどさ、でも数で押されたらやばいよね。うん、今はまだ1発ぐらいで倒せる敵で済んでるけど2発ぐらい当てないと倒せない敵が大群出てきたらなかなか厳しいと思うんだよね。ブレスレットを早いところ進化させるのがいいかな。いや回復大事だから無知かな、やっぱり先に無知
を進化させてブラッディティアにして安定で回復できるようにしていった方がいいのかな。ちなみにマップ上にあるアイテムは、あ、空白の書が一応左にあんのか、それが欲しいなぐらいかな。さあ、ティラギス、そっか、サポートアイテムね。進化用サポートアイテムは正直そんなに、必要じゃない武器が多いんだよ。あ、そうだね、今のところ持ってる武器で進化に必要なものは全部持ってるんだよ。ティラギスいっちゃおうか。保険で、空白の章は左にあるでしょ。だからエリアを取ってもいいかもな。さっきあったけど、やべ、回復やばいな。やっぱり無知、無知を早いとこレベル8で、てかさ、その進化考えてるけど、進化はそもそも10分にならないと無理なんだよな。ってなるとあと4分ぐらい、まあ、耐えきれるか、さすがに4分は。ろうそく行っちゃっていいよね。行きます。整水あるし。そしてだからこういうマップにあるオブジェクトを壊していってお肉出していかないとダメだな。てか結構ちまちま俺食らってるよね。やっぱりね、その力を手に入れてからさ、結構なんだろう、ちょっとぐらい食らってもいいっていうさ、そういうプレイになっちゃってたんだよ、ずっと。多分きっと染みついちゃってるんだよ。だから最初の頃のあのヒヤヒヤ感、あれを忘れてるわけだ。よくないね。さあ、引き寄せの石でジェムを回収しやすくすると、で右に宝箱出てくれた、あれは進化に関係ないから取っちゃいましょう。3つ、おず、君じゃないんだ聖なる風。まあいいけど、で移動し続けることによって強くなってるはずだけど、強くなってますかこれ。なってんのか。シュバババババッつってるけど、止めとなくシュバシュバシュバってしてくれるのはある程度レベルアップしないとなってくんないのか。ちょっとオブジェクト探すわ。肉ないとやばいわ。いいよ、このひりつく感じ。俺が忘れてたこの感じ。さあ、森蔵キッコロ軍団がやってくる。まだ倒せるよね。いやーでもこう、あぶねえ、任せじゃない、あぶねえ。今の食らってたら終わった気がする。ティラギス早めにね、保険増やしてもいいかもな。である程度進んだらもう一旦戻るか。オッケー、お肉ナイスだけど、やばいやばいやばい、危ない。あれー、こんなむずくなるか。どうしようかな、どうしようかな。うわー、このねソルジャーがね倒せないんだよ、まだ一発では。肉ください。うわー、ダメ、いけない、近づけて。クロバ、これで運気を上げて、危ねえ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 。でオブジェクトを壊すといいアイテムが出やすくなるって話なんですけども、危ねえ。そう、やっぱり一応ね、無知でよかったなと思うわ。そう、無知は相手をノックバックするから、これはね多分役に立つと思うんだよ。ちゃんとスラッシュできてる。いや、全然スラッシュないじゃん。全然クリティカルダメージ入ったんじゃん。どうした、頑張れよ。危ねえ、そのためにお前を引き入れたっていうのに。話が違う、金じゃない、肉をくれ。あぶねえ、帰ってきました商人さん、あーありがとう。あぶねえ、これはオッケー、うぬいや、燃やそう、燃やして取っちゃいます。ムチナイス。これでレベル4、まだ半分。桜爆弾いっとく。これ強いし。うわー、どうしようどうしようどうしよう、来るなー。でもこいつら倒せる、こいつらは全然倒せるからいいんだけどさ、早く早くレベルアップしないと間に合わなくなっても知らんぞーってベジータが言ってる。無知、はい、レベル5、早いところ自己回復できるようにしよう。肉肉肉肉肉肉、こず。そっかー、あのさ、狂乱の森で大群に囲まれたら結構もうどうしようもなくなったりするんだけど、ゾウガンと図書館は
あー危ねえ。ティラギス保険象眼図書館はこうやって上下、うわめっちゃくんなおい。上下に動いてれば結構敵をかわしたりするはずなんすよ。だけどなんかすげえ来るじゃん、すっげえ来るじゃん。こんな来るもんだったっけ、やべえ。あれこれこんな来るっけ、ハイパーだから。ほうれん草、いや引き寄せて早くレベルアップしたい。お肉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 なし。走り続けるしかないってのか。いや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 、よくないよくない、死んじゃう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 。あー早く、やばい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 、死んじゃう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 、危ない助けて。無知かな。いや基本ダメージ5アップ 10% アップの方がいいんじゃないか。いやでもな無知、早く早く早く、やべえ危ない危ない、無知のヒントが遅い。空白の章を早く取りに行った方がいいか。あ、そっか、そうだよね、もう6つ埋まってるもんな。で、ティラギス保険があったからとりあえず OK でしょ。やーべ、戻るか、ちょっと空白の章取りに行くわ。あ、OK、 大群が来るフェーズは終わった。あーよかった。マジか、10分以内にもう死んじゃうか。で、無知こず、ほうれん草にして10分超えてるからボス倒して、あとムチ1回進化させればね、いける、進化できる、自己回復できる。あー危ねえ危ねえ、くんなくんな、爆発やろう。早く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 、クリティカルして、もっともっとクリティカルして。どうだ、まあ倒せないか。肉肉肉、ナイス肉ちゃん、ミートくんナイスだよ。あーやばい、あーやばい、あそう、ムチだからさ下の方にいた方がいいんだ。そうだよね。オッケーオッケー、あとはムチさえ来ました。さあ、あとはあれを取るだけだ、あとはあれを取るだけだ、行かせろ、もう行かせろ、オッケー。さあ来い、ブラティティア、ナイス。これで安心、ひとまず安心できると思うぞ。回復しろ回復しろ、これで回復しますね。緑の数字が回復、うん、8回復8回復、よし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 、オッケー。でも安心してる暇はない、早く空白音書取りに行って武器のね使用頻度を増やしていかないと間に合わない、間に合わなくなっても知らんぞー。あー、ツンデレ M 字ハゲ様が俺に行ってくる、ベジータ、あー、オッケー、赤いジェム。そして次どうしようか、引き寄せ石をもうレベル5にしちゃおう。うん、そして抜けていこう。うん、なんとかねこのフェーズはうまく自分のプレイングさえうまくいけば切り抜けていけるはずなんですよね。まあ、だけどさ結構ブラティティアがあるからゴリ押してもいけんな。そうね、全然ゴリする。ナイス、ウンドイヤ燃やそう、こいつ燃やして一旦温存しとく。あ、だけど11分だからこれアルカナだ、取ろう。よーし、生き残った。あ、十字架取ってなかった、そっか。じゃあ別にもうあれないや。てかさ、そもそもリロールがないから、ランダムで出るこの4つから選ぶしかないんすよ。なるほど。どうしよっか。クリスタルの牢獄いらないでしょ？ハート・オブ・ファイヤー。もういらないか。いや、あってもなく、あってもいいぐらい。ゴールドディスコじゃないよね。でもゴールドを手に入れると HP がいくらでも回復するんだよ。そのゴールドフィーバー中ね。それはでかいよな。元素のフーガルー、意外とこれなんじゃないか。だってさ、元素のフーガルーはさマイナスにも振られちゃうじゃん。こっちじゃないかな。 OK、 そうしましょう。だゴールドフィーバー中だったらば回復できるな。ブレセット、うん、こっちも進化させつつ、そっか、あと聖なる風がレベル8まで持っていけたら宝箱取って合体進化できるんですよね、トム・ブラウン。そっかそっか。で割と遠いな。まあ今進んでるうちに進んでいくわ。さあウェーブが変わってきた。わあ、そのザコちゃん軍団やってくるか。聖なる風にしよっか。聖なる風でも合体進化させてそんなに良かったかな。めちゃくちゃ強くなった覚えもない、ないんだよね。
って思うと優先順位は低いのかな。だけど違う武器も取れるのはさ、でかいよね。単純に武器が増えるしって思うと、やっぱり聖なる風でいいのかな。で、武器枠が1個空いたらもう1個の武器何にしようかなって話したんだけど、どうしよう。とりあえず空白の書を手に入れたら、まあ聖書は進化させられるようになる、けど、聖書は別にいらんよな。聖なる風にしようか。じゃあで、この矢印は、あー、出てきちゃった。ガリが、あれはいらないな、いらないんだよな別にな。まあ別にあってもいいっちゃいいか。うん、パラメータ増えるし OK。 まず空白の書取っちゃって、あ、そうだよね、取ってもいいか。うん、呪いさえ増やさなきゃいいんだもん。うわ、めっちゃ来るじゃん、めっちゃ来るじゃん。とりあえず左に移動して、この上ぐらいに、あー、こいつでけえんだよ、こいつの一発超でけえんだよ。背中せ、うわ、やべえか。いや、でも大丈夫、回復できる。取って、失礼しました、あぶねえ、回復しろ回復しろ。ナイスナイス。一応この大群に、うん、群れに突っ込んでもなんとかはなる。プラマイゼロぐらいにはなる。聖水、聖水、うん、にして、もう一個あのリングも取っちゃおう。いやー、もうどうしようかな、宝箱取っちゃおうかな。そう、取ってもいいよな、取ります、上げてこう。ナイスナイス、レベル7ってことは、あともう一個レベルを上げちゃえばいいのに。出てこない。そこにあるのは宝箱？あ、いつの間に？どうしようかな。うん、回復は問題ないよ、大丈夫。そして出てこないか、空白の書、頻度上げよう。おー、ナイス、でかい。ガリだけ気をつけよう、このマント軍団だけ気をつけて。うわー、ボス来たー。で、レベルアップ、聖なる風構図、ブレスレット、やーべー、引き寄せ、オッケー、これでもう行くしょ。行かないだと、いや、行く、オッケー、レベル8、これで取ります、合体。で、これがふわらふわらですね。クリティカルで爆発を、あ、そっか、そうだね、爆発起こすんだこれ。そういえば、うん、これね、はい、このバラの爆発を食らいたまえみたいな、こういう感じのキャラだよな。バラは美しいみたいな、桜爆弾、うん、桜も美しい、ニンニクは臭い。トロナーズボックス、さてどうしようかな。宝箱を温存しといていいのか。なんか強くね、この爆弾、この爆発するの、かなり継続するじゃん、なんか。しかもそのガリ軍団に向かって、すげえな、あ、結構強かったのね。だけどまだ倒せてない、強いなら倒すんだ、倒せ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 。ブレスレット、雷の指はね、いや違うか、ブレスレット、うん、そう、進化させらんないからな。どうしようかな、宝箱を温存したくなっちゃうけども、取ってもいいかな。あー、クロックランセットちょっとあり。いや、でもさ、レベルアップさせる時間があんまりない気がするんだよな。今もう16分でしょ、半分超えてんだよ、宝箱弾。うん、取っちゃおうかな。ちなみに、あ、そっか、ブレスレットもう進化すんじゃん、 OK。 ブレスレットがダブルになります、バイブレスレット。これがトリプルまでいくんだよね、炎の杖。どうしよっかな、ティラギスで進化するのは10だもんな。うん、あ、取っちゃった、聖水ね、まあ、いっか。宝箱はいっぱいある、大丈夫。うん、進化武器が2個もあるから、あ、2個っていうか、まあ、ムッチが2段階進化したからだいぶ安定してる気がする。斧か、斧いいかもな、進化できるし。そうしよう。うん、最後の1個は木
君に決めたと。で、進化はまだまだどれも遠いんであればもう取っちゃおう。はい。で、右に戻ろう。炎杖。この子もちゃんと成長させてあげないと。OK。はい。聖水。まあ、結局最後は聖水にね、お願いするようになっちゃうんだよな。OK、倒した。倒した。いいぞ。そして、戻りましょうか。うん、大丈夫。戦えてるよ。ほうれん草。うん。そして、あと取るべきもの。あ、OK、引き寄せね。そして、あ、いいね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 。ゴールドフィーバーを継続させられるような頻度ではないか。うん。せいせい。うん。取りに行くもの。あ、そかそか。それだ。その矢印。その左矢印は、うん。大事なんだよね。これはパラメータアップだけになるもんだから、取っても問題なし。よし。じゃあ、あとは、一応ね、強欲を取りに行ってもいいかなって感じだよね。まあ、ということで今はもうがっつりと右に進んでいこうかなと思ってるんですけれどもね。ボスもいるけども、まあ、右に引き寄せて、倒せたら倒すぐらいで行きましょうか。うん。どうせ消えないんで、あいつは。さて、でもさ、前回就活とかの話したじゃん。で、その動画のコメントでさ、その自分も今就活です。就活生です。頑張りますみたいな。ね、コメントもあったりしてさ、あ、もうぜひ頑張ってほしいなと思うんすよね。もう見てる皆さんもね、応援してほしいんですよ、今の就活生を。絶対自分たちが就活した時期よりも今の方が絶対大変だもんね、ご時世的にもさ。だから本当に頑張ってほしいなと思うんだよ。で、取っちゃおっか、取っちゃわないか、取る。うん、取ってもいいよね。はい。で、そう、就活の話でさ、なんか思い出したことあってさ、そのさ、面接とかあったりするじゃん。でさ、学生の頃に打ち込んできたことは何ですかみたいな話になってするじゃん。で、その学生時代からさ、この活動やってるからさ、言えないんだよ。ゲーム実況ですへへへなんて言えないじゃん。ゲーム実況とはって。当時も当時よ、全然まだまだアングラな文化よ。むしろ今さ、テレビとかでさ、普通に芸能人がさ、ゲーム実況の話とかしてるのめちゃくちゃビビるもん、やっぱり、いまだに。え、そんなこと言っていいのみたいな。なんかすごいそわそわするんだよね。で、まあまあまあ、そう。当時ね、まだまだ全然アングラな文化だったゲーム実況のことなんか言えるわけない。うん。ネットで活動してますとかもう言いづらい。だから結局それはもう黙ってるんだよ。てかもう、僕普段、てか友達にも全く言わなかったんだよ。実況してるなんて。うん。まあ本当にだけど、数限られた友人だけは知ってる。うん。それは言ってたんだけどね。だけど、誰にも彼にも、俺実況やってんだよね。だから、そういうのは絶対言わなかったし、黙ってたんだよ。で、何年もずっと一緒にいて、ずっとつるんできた後輩がいたんだよね。で、その後輩とは本当にもうほぼ毎日一緒にさ、いてさ、めっちゃ仲良くて。ね。で、だけどその後輩にも、言ってなかったんだよね。もう言いたくなかったし。で、その後輩を、とある日、その家に呼んだんだよね。ちょっと後ろ遊ぼうみたいな感じで。で、呼んだっけさ、俺自分の部屋に、その、この活動で受けたインタビューの本、うん、なんか、こう、表紙に書いてあんのよ。このグループ名が。ね。なんかちょっと、口に出すのがちょっと恥ずかしいんだけど、最終壁を立ちてね、もうちょっと恥ずかしい名前のね、インタビュー本が置いてあるの俺忘れてたんだよ。で、やべえ、忘れてたと思って、部屋に入れてから気づくんだよね、後輩を。そしたら後輩が、あ、先輩、これ、さよるじゃないですか、って言うんだよ。ああ、さよる、お、知ってるんだ、へえ、って。なんかもう、この段階じゃまださ、後輩がさ、俺のことをさよるって知ってるかどうかまだわかんないじゃん。ね。だから、その、自分とは言わずにさ、ああ、知ってるんだ、へえ、ぐらいしか言えなかったんだよ。したら後輩が、ていうか先輩っすよね、ってなって、知ってたのってなっちゃったんだよね。あ、知ってたんだ、へえ、あ、いつからって聞いたら、いや、もう結構最初もう出会った時くらいからもう気づいてましたよって言われて、嘘、なんで言わないのって
聞いたら、いやなんか聞いちゃまずいのかなと思って、もう聞かないでおいたんですよねって言うんだよそいつは。いやあの時は本当にもう肝が冷えたというか、もうそっからね、もう恥ずかしくて恥ずかしくて、俺だってあの普段とそのこの活動する時の自分は正直全然違うんですよ。実況テンションっていうの、普段のテンションからもう 2,3 倍上げてるっていうか、まあ上げた方が絶対動画として面白いし、まあ自分も楽しいし、そういう風にやるんだけどさ、その状態の俺が見られてたと、もう猫猫言った頃の俺が、あー斧、いやもうほんと恥ずかしくて、もうそっからさ、もうたびたびいじられるわけよね。あ先輩ほら、あそこに猫いますよ、猫猫って言わないですかって、ふざけんなてめえ、ふざけんなやつになったりすんだよ。で待って、アルカナ来んじゃない、あそっか、もう先生来ますね、オッケー。アルカナもね多分どっかで取れるはずなんだよ。いやもうほんと誰が見てるかわかんないよねって話でした。いやーていうかそうよね、その思うんだよ、これがねもしもね普段の素の自分、素の自分とネット上の自分の、まあ、キャラというかテンションというか、それがそのあんまり差がなければ、ああやってるよって感じで、あ見てくれたんだありがとうぐらいになれんのかもしれない。それすっげえかっこいいんだと思うんだけど、俺はそうじゃないんだ。覚醒、鉄の青い石、ハートオブファイア、ジェミニ、どれがいいですかね。いや正直これもいらないし、これもいらないし、これなんか全然いらないし、アウェイクぐらいしかないんだよな。そうしよっか、そうしよう、まあ、保険にもなるし、今のところはもう全然余裕ですね。もうこんな雑談しながらでも全然余裕で突破できてるわけで、今進化できるものは特にないと。そうね、まあ斧を先に進化させたいかなぐらいな。 OK、 じゃあ斧優先でまた経験値回収をしていこうかなって思うんだけどもね。そうそうそう、でさ話がちょっとそっちに変わるんだけど、俺が思うね最強の実況者、ゲーム実況者っていうのはやっぱりオンとオフの差がない人、あ、オノあったのに、まあいいや、オンとオフの差がない実況者っているんすよ、ちゃんと。僕は違うんすよ、ちゃんとオンオフの差ができちゃってるんですよね。もう2倍3倍にテンションになっちゃってて、いつもさそのグループで実況を取りに行った帰り、もう家帰ってきてさ、もう妻に言われるわけよ、なんか実況テンションになってるよって。なんかいつもより早口だし声がでかいし、なんか突っ込んでくるしって時はもう大体実況テンションに もうなっちゃってるよって言われるんだよね。普段なんだらかよとかって一切言わないのに、なんか言っちゃってるよみたいな、恥ずかしいなって次は思うんだけどさ。いやそう、僕が思うその差がない実況者がなんで最強かっていうと、そのさ逆に差がある実況者、実況の時にめちゃくちゃこうテンションが、テンションをこう、まあ、無理やり上げるというか、まあ、キャラに入るというか、そういう実況者は動画を撮り終わった後そのギャップで体がびっくりしちゃって疲弊が早いんだよ。つまり長続きあんまりしないんだよね、そういう実況者って。でその点オンとオフの差がない実況者、だからもう素のテンションでいつも通りの自分で実況してる実況者っていうのはさ、いつも通りだからもういつまでも無尽蔵に実況取られるわけだ。それがねマジで強えなっていうかさ、もうナチュラルボーン実況者っていうか、すげえなーって思うんだよ。まあ誰とは言わないけどもいるんですよ、もう近くにもそういう人はいっぱいだし、そのなんていうのかな、この人普段めちゃくちゃおとなしいのに実況入ると何この面白モンスターみたいな、そういう実況者もいるわけよ。もう誰とは言わないけどもね、ボス出てきました、このモンスターも倒しちゃいましょう。いやーだからそういうナチュラルボーン実況者はすっげえ憧れるんだよね、羨ましいなーって。もうそんなもう一日にもう何十本も動画撮れんじゃんみたいな。喉が疲れない限りもう何十本も撮れちゃうでしょって、俺なんてもう一日2本が限界よって感じなんだよね。いやもうほんと羨ましいなと思うんだよ。ここは炎の杖しましょう。はい、でまあそのまあ逆というか、オフではめちゃくちゃテンション高いし、もうぶっ飛んでるような人が実況モードになると途端に真面目に静かになっちゃうみたいな、そういう人もね、いったりするんだよね。変わってるよな。出せばいいのになって。
なんかまあ楽屋番長みたいなね、楽屋がめちゃくちゃ面白い人みたいな、まあそういう人はねめちゃくちゃ愛されるんだよね。はい、炎の杖、あ、斧あったのに、まあ、炎の杖いっちゃいましょう。じゃあ炎の杖いっちゃったからもう進化させちゃおうか。なんかすげえレベルアップできる、ありがとうございます。バイプレセット、そしてトロナズボックスレベル7。あ、そうか、トロナズボックスさ、バニッシュできないってことはさ、絶対呪い 100% いっちゃうんだ。あ、それやばいな、考えてなかった。まあだけどさ、それ行く前にもうさ、今25分53秒、終わっちゃうんじゃない？なんか終わっちゃいそうな気するよね。宝箱あるね。で、バイブレスレットがあと1レベルか。OK。バイブレスレットがレベル6。トロナはちょっとやめとこう。もう触れない。で、取ります。26分18秒。いけるかな？いけるな。やっぱりブラティティアのおかげで安定したよ。マジサンキューなーって感じで。まだ進化は何もないんでって思ってるけど、正直もう取っちゃってもいいのかな。だってなんかもう温存しきっちゃって終わっちゃいそうな。あ、だけどマップにある宝箱はこれでもう全部か。あ、じゃあ取っとこっか。はい、なんだっけ、そうそう、まあ実況者の、まあ、そういう話をしましたけども、まあ、僕が思う最強の実況者はもうオンとオフがなくて、もうそのままのテンション でそれでなおかつ面白い人、それがもう最強の実況者と思ってます。はい、でさ、また後輩の話に戻るんだけど、あぶねー、レベル6ね。うん、その後輩、その仲良くしてる後輩、実はもう数人そういう感じで知ってたみたいで、もう僕がこの活動してることを。で、後輩たちは言うんすよ、富士山は動画の時よりも普段の方が面白いっすって。逆に言わんでみたいな。なんかそれもそれで嬉しい言葉だけど、あのさ、俺は良かれと思ってこのテンションというか、面白い話しようとか頑張ってこうね、突っ込んでこうね、わーってこう楽しい動画にしようみたいな風に思ってんのに、それ言っちゃダメでしょみたいな。素のテンションのまま実況はできんてってね、もうなんかもう染みついちゃってるもんなんだよね、もう癖というか、うん、そう、実況するときの自分はこれみたいなね。回収、引き寄せ。でさ、あの、実はね、レベル99にしたいんだよ。あ、レベル8、オッケーオッケー。なんでかっていうと、アントニオ君をレベル99にすることでもらえるアルカナが1個あるんだよね。それも欲しい。ナイス！はい、デススパイラル。よし、全員倒そう。上がってこいや！宝箱はもうないねっていうか、もう進化させるもんないからもういらないっす。残り2分。どうかな、レベル99まで持っていきたい。トロナはいらない、ホローハットにします。うん、そうね、結構難しいチャレンジになるかなと思ったけど、まあ、武器の構成と、まあ、あるかな次第では、そのパワーアップなしでもいけるということが分かったね。うん、 OKOKOK。 してレベル上がりまして、銀の指輪。いや待てよ、これさ、逆にさ、呪いを上げた方があれかな、敵の数が増えてレベルアップしやすくて99まで持っていけるかな。いやでもそれで失敗したらすげえ恥ずかしいから、やめとこう。トライブレセット、はい。うん、いやー、なんかな、こんな話までしていいのかなっていうような話をしちゃったなって、なんか今更恥ずかしくなってる。まあもちろん誰でもね、テンションを上げるタイミングってのはあるじゃん。職場での自分は全然違うみたいな、それと一緒だよね。そう、普通に素のテンションでさ、いつも通りプライベートな感じで接客業してる人もいないじゃん。まあだからそれと同じような話なんですよね。銀の指輪レベル9、赤ジェムがいっぱいある、取ってこう。さあ、なんだかんだでもうあと1分に、あ、レベル99になってる、オッケー、アルカナチャレンジャー成功。よし、さあ残り1分、パワーアップなんぞつけずともお前らに勝てるというわけだ。もう取っちゃおう。はい、トロナ、あー、危ねー、レベル9になっちゃう。ちょっと最後ちょっと見たいけどね。だってアウェイクあるし、うん、行っちゃおう。レベル9、はい、呪いをここで 100% にしました。さあかかってこいや。うん、いける気がする。あ、あとあれだ、取っちゃおう、ダメージ数。うん、さあどうかな、呪い 100% ついてても
大丈夫だ。あ、やっぱりさ、今更気づいたけどさ、桜爆弾すごくない？桜爆弾が敵をちゃんとノックバックしてる。多分そうだよな。それと、あのフワラーフワラー、あれもすごい。うん。で、あとは何？石の仮面だけ？あ、そっか。じゃあもうこれで終わりだ。せっかくさ、リミットブレイク OK にしたけど、あ、じゃあしてないんだ。さあ、リミットブレイクなしだ。じゃあいいんだ。じゃあ、オールウェイズチキンでいいかな？いや、恋にしよう。大丈夫でしょ。よし。かかってこいや、呪い 100% の、この、猛攻でも、全然大丈夫だ。もう黙ってもいける。そうね、ティラギスも使い切ってないし、アウェイクも一回もなかったし。OK。いや、これは嬉しいね。嬉しい結果です。さあ、OK！ 死神来る。まあ、6回ね、復活できるんで、カット。よし。じゃあ、これで復活も消費しきって、終了！オッケー。アルカナもゲットしまして、はい、原点回帰のパワーアップ全部なしで、増眼図書館ハイパーチャレンジ達成。オッケー。これなんか嬉しいな。これさ、アルカナなかったらさすがにきついよな。なんかそれもまた挑戦してみたいなと思うけど、いやーでもどうなんだろうね。やっぱり厳しい気がする。あ、違う、あれか。あのさ、武器を全部縛って一個にして、そしてリミットブレイクだけありっていう風にしたらどうなんだろうね。それもちょっと気になるね。まあそれはまた今度やっていこっか。はい、ってことで、まあ今回はこれで終わりかな。まあ多分そろそろ何かしらのアップデートが来るのか、それとも一旦落ち着いて、うん、また大きいアップデートに備えているのか、それとももう正式リリースに次なっちゃうのか、どうなるか分かりませんけども、じゃあまた次回31本目の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。実況モード解除。